あなたの罪は世界の罪である。これは多くの弁護士たちの主張である。多くの弁護士たちの主張である。誤った世界や社会が存続している以上、政治家として胸に刺される、避けることなど絶対許せない強烈な主張だ。それでも履き違えないでほしい。履き違えないでほしい。個人の自由と、個人の自由というのは、あくまで個人生活の中でのみ許されるものである。個人の自由を追求するのならば、社会に参加する必要などない。社会に参加してはならない。当然、もちろん社会を変える権利も失うことになる。いずれを選択するか、それが社会の自由である。教育についてですか?失われた20年の原因はいくつもあるが、やはり日本人の理数系離れ、日本人の理数系離れが大きな要因の一つだ。みんな数学が苦手で文系に逃げていくじゃないか。IT をはじめとした超ハイテク社会が本格的に到来している。今後の日本を担う若者たちは理数系のなければダメだ。最後にいささか問題となる発言だが、国語、つまり作文などバカでも書ける。